What's up? I'm Coco. 今回いきなりなんですが、英語絶対話せるようになる。We can do it together という企画で日本を盛り上げていきたいと思います。申し遅れましたが、簡単に自己紹介をまとめました。社会の荒波というゲーゲンプレスをどうにかかいくぐってきた国王がボランチとして前線に優しいベルベットパスを供給していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。というわけでテーマは英語スピーキングの上達、ペラペラになるということなんですが、一番良いトレーニングはネイティブのスピーチを真似することだと思うんですね。もう一つ大事なのはトレーニング方法、メソッドです。スポーツでもそうですが、これによって現れる効果は結果が変わってきますよね。効率的なトレーニングで最大限の効果を目指していきます。まずスラッシュリーディングで内容を理解してから音読トレーニングという流れで進めていきます。そして何よりも大事なのは続けていくことだと思うんですよね。一人で黙々とやるのもいいんですが、一緒にトレーニングする仲間がいてペースメーカーがあった方が続けやすいと思うんですよね。そして時には自分の経験からアドバイスをしてくれる、そんなコンセプトでやっていけたらと思っています。では今日の英語スピーチを紹介します。TED Talk から英語力と人生の充実感、両方のアップにつながるような題材を見つけました。There's more to life than being happy. 幸せを目指すだけが人生じゃないという題名で、ワシントンに住んでいるジャーナリストで作家、エミリー・エスファハニ・スミスさんのスピーチです。著書の The Power of Meaning は16カ国語に翻訳され、世界的ベストセラーになったそうです。絵に描いたような幸福を追い求めると、逆にそれがスルリと手のひらから逃げていくと言っているようなんですが、典型的なアメリカ式の発音で話されていますので、その辺も見ていきたいと思います。Here we go!I used to think, used to do, かつて何々した。私はかつて思っていました。The whole purpose of life was, the whole, で全ての。人生の目的は、pursuing happiness, pursue, で追い求める。幸せを追求することだと。Everyone said, みんな口を揃えるので、The path to happiness was success. Path は道です。幸せになるには成功することだと。So I searched for,それなので私は求めました。The ideal job 理想の仕事や The perfect boyfriend 完璧な彼氏と The beautiful apartment 豪華なマンションを。ここで発音なんですが、 That の最後のT ですね。3つだとは出てきますけれども、これがリダクションといって脱落しています。そして発音されずに寸止めのような発音になっています。ザというような感じですね。But しかし、instead of ever feeling fulfilled, instead of
何々で何々の代わりに満たされるどころか I felt anxious and adrift。 Adrift は途方に暮れたという意味です。私は不安で途方に暮れていました。 And I wasn't alone。 私だけではなく My friends, they struggled with this too。 私の友達も struggle with 何々と葛藤する、これと葛藤していたのです。ここで and I が出てきますが、 D の音がリダクション、脱落しています。そして and I がリンキング、結合して D が落ちていますので、 an I のような発音になっています。まあこんな感じで2週間で1本のスピーチを読むあるペースで進めていきたいと思います。続ければ数ヶ月後にはスピーキング力が自分でも驚くほどアップしているはずです。一緒にチャレンジしてみたい方はチャンネル登録をお忘れなく。 See you soon!